はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日のお昼ご飯はこちら、セブンイレブンさんの煮干しラーメン、こちらいただいてみたいと思います。これセブンイレブンさんのホームページ見たんですけども、載ってないんですよね。これなんか東北だったか北東北だったかの限定メニューのラーメン見たくて、セブンイレブンさんのホームページは載ってないです。結構豚肉もチャーシューも何枚も入ってて、であっさり煮干しラーメンってことで、これで、1放送あたり414キロカロリー、ちょっとね、まあ、若干カロリー高いですけども、チャーシューも何枚もこう入っててね。で、煮干しラーメンってことですけども、どこのこう地方の煮干しラーメンをこうなんかこうインスパイアしてるっていうか、参考にしてるっていうか、そういうのもあんまないんですかね。チャーシューはあの北方ラーメンなんかに入ってるようなこうバラ肉のチャーシューみたいなのがこう入ってますけどもね、うん、麺はまあ中太ですよね。中太で、北方ラーメンだったらね、平打ちの麺ですけども、平打ちってわけでも なさそうですし、ちょっと黄色っぽくなってますね、色も。今日は、こちらのセブンイレブンさんの煮干しラーメン、ね、お昼いただいていきたいと思います。はい、では今電子レンジで温めてきました。電子レンジで5分半ですね。結構ね、時間かかるんで。では早速開けていきたいと思います。どこから開ければいいんだこれ。これそこの方から開ければいいのかな。よいしょ、取れました。では早速開けます。いいよ。おお、あ、湯気がすごい。で、あ、これを麺とこの具をスープの中に入れてやらなくちゃいけないんですね。どうやればいいかな。これなんかこう引っ張るのがこうついててね、これをこのままスライドさせて、おー、スープの中にこう、おー、あ、煮干しのいい匂いするな。こんな感じですね。セブンイレブンさんの煮干しラーメン、どうでしょう。じゃあちょっとね、準備して早速いただいていきたいと思います。はい、ではね、早速いただいていきたいと思います。おお、麺はやっぱりちょっとこう太めな感じしますね。こういう煮干しの、青森の煮干しのラーメンは細い縮れ麺でやってるんで、それに比べるとやっぱりこう太い感じ、札幌ラーメンとかに入ってるようなね、ちょっと黄色っぽい感じで、そんな感じの麺に見えますけどもね。では早速いただきます。やっぱりちょっと太い感じしますね。うん、ではね、せっかくなんでまたスープをねいただいてみます。ほんのり煮干しですね。そんなに煮干しガツンとくるような煮干しではないです。ああ、でもいいですね、この煮干しの軽いふわっとこう香る感じのスープ。ではチャーシューとかもね入ってるんで、チャーシューと麺と一緒に、やっぱね麺が太いんで、このあの優しい感じの煮干しのスープにはちょっと太いかな。ちょっとこうね、
もうちょっとこう細麺でスープが絡むこう縮れ麺にした方が、煮干しのスープの香りがね出てきていいと思うんですけども、これ太麺なんで麺だけ食べるとあんまりこう煮干しの感じしないんですよね。チャーシューいっぱい入ってるんですけども、ちょっと薄くて、これも薄いのを何枚も入れるよりこうもうちょっと厚めにして2、3切れにした方が良かったんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうね。いやスープをね、いやスープ自体はねすごい美味しいですよ。あの煮干しの風味がほんのりあって、スープは美味しい。ただやっぱりこのスープにこの太い麺はちょっと合わないかな。ちょっと煮干しのこうね風味がちょっとねあんまりこう麺に乗らないっていうかね。チャーシューと一緒に麺といただいていきたいと思います。よいしょ、こんな感じでね。もうちょっとでも煮干しの香りももうちょっと欲しいかな。欲を言えばね、欲を言えばもうちょっと煮干しの風味が欲しいところではありますけども、チャーシューも豚バラなんでちょっと脂っぽい感じですね。ではあと最後こんだけなんでね、ちょっとよく見えるようにしたいんですけど、チャーシューこんな感じで、じゃあ最後スープ飲んでね。いい煮干しの出汁出てますよ。飲んじゃうもうこれ。じゃあ最後飲んでみます。スープまで完食しちゃいましたよ。いやなかなか美味しかったです。ごちそうさまでした。やっぱり麺がねもうちょっと細縮れ麺の方が煮干しラーメンの方に合うんじゃないかと思います。では今日のお昼はセブンイレブンさんの煮干しラーメン、こちらいただきました。あとでまたね動画編集してアップしたいと思いますんでよろしくお願いします。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。